ベローウッドはアメリカ海軍の強襲揚陸艦、パラワ級強襲揚陸艦の3番艦。艦名は第一次世界大戦においてアメリカ海兵隊がドイツ軍と激戦を繰り広げたベローウッドの戦いにちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。ベローウッドは従来強襲揚陸艦、ドック型揚陸艦、ドック型輸送揚陸艦、 貨物揚陸艦の4種の揚陸艦がそれぞれ担っていた機能を一つにまとめた揚陸艦である。海兵隊の一個上陸大隊並びに、その装備を揚陸させる能力を持っていた。1973年3月5日、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所にて、寄港、1977年4月11日に、浸水。艦長、 TC スティール大佐の指揮下1978年9月23日に収益した。10月にサンディエゴ海軍基地を母校とし、翌1979年からハワイ沖で本格運用が開始された。1979年前半にロングビーチ海軍造船所に入居、期間のオーバーホールが行われた。ベローウッドは1981年1月に、 最初の展開を行う。150名のベトナム人避難民を救助し、乗組員は人道支援賞を受賞した。この展開では3度の大規模演習と8度の港湾訪問が行われた。その後8月にサンディエゴに帰還した。1982年8月にベローウッドは2度目の展開を始める。ジェードタイガー83を含む4度の大規模、揚陸演習に参加した。 三度目の配備は1984年1月から7月まで行われ、その後、ピュージェットサウンド海軍造船所で11ヶ月に及ぶ後半オーバーホールが行われた。1987年1月に四度目の展開を行う。第二次世界大戦以来アリューシャン列島で初めて行われた冬季揚陸演習を含む四度の大規模演習に参加し、 AV-8B ハリアー垂直離着陸機を導入した。また、同年、航空機運用の安全性に対して、フラットレイ提督記念賞を受賞した。1989年1月、ベローウッドは、西太平洋に出港し、続く5ヶ月間で、韓国での演習、チームスピリット89及びフィリピン、韓国での演習バリアントアッシャーに参加した。 1989年10月4日にはアメリカ合衆国を訪問したソ連の国防大臣が上官した。ベローウッドは2005年10月28日に退役した。そのゴリムパック06の標的艦としてハワイ沖で2006年7月13日に海没処分された。ありがとうございます。